我が国の地は安全な食べ物や有機農業の普及、脱原発、リサイクル、福祉など様々な分野の市民運動を母体として成立している団体であります。また緑のネットワークは世界で躍進を続ける緑の潮流と密接な連帯を持ってエコロジー運動、環境保護運動を続けている団体です。5万発もある核兵器がいつ爆発するかわからない。爆発すれば核の冬が地球に訪れる。日々運転される原子力発電所からは死の灰が生み出されている。そして沖縄の海には核兵器が沈んだままです。じわじわと確実にやってくる環境汚染。本当に私も母親の一人として安心して家庭で育児家事に働いている、そういうことではいけないんだなと本当に自覚いたし、私たちは貴重な資源を次の世代に子々孫々に伝えていきたいと思っています。また身近な自然、都市の公園や身近な川辺や川べりが次々と壊されています。このような自然も大切にしていきたいと思います。また命を大切にするということが私たちの基本政策ですが、命は人間だけではありません。一番身近な動物である犬や猫が今日本では年間100万もゴミのように殺処分され、あるいは動物実験に回されています。私たちはこのようなことを絶対にやめさせたいと思います。団体、消費者団体のお母さんたちと一緒になって論議運動、低温殺菌牛乳の全国への普及、農薬の空中散布の反対運動、合成洗剤の食べ物など、それでは私がこうした来たことであり、これは国政の場においても必ず実行できるものと確信しております。どうぞ緑と命のネットワーク、略称命をよろしくお願いします。